こんにちは、マイリンです。酪農は北海道のすべての地域に存在する重要な基幹産業であり、道内の各地域コミュニティの形成に役立っています。同時に北海道酪農は全国の生乳生産の 50% 以上を占め、日本の牛乳・乳製品の安定的な供給の責任を担っていて、日本にとって重要な産業です。私はミルクランド北海道東京でメインランチセットを選び、1430円の秋鮭とホタテがバターに合う秋鮭と北海道産ホタテのバター醤油スパゲッティ、サラダ、スープ、ミニソフト付きを注文しました。11月のマンスリーランチセットのミニソフトは、あっさりとした中にもコクを感じ、風味、喉越しが良いラ・レトリ中標津ソフトクリームでした。メニューには書かれていませんでしたが、サービスで新札幌牛乳の美味しい北海道牛乳をいただきました。秋鮭とホタテがバターに合う秋鮭と北海道産ホタテのバター醤油スパゲッティ、サラダ、スープ、ミニソフト付きは、北海道産の新鮮なホタテ貝を片貝に剥き、ホタテとバターの香りが食欲を誘いました。